皆さんこんにちは、えーと。岡山大学の上と申します。えっ、ー、と今日はこの夢ナビということで皆さんに僕が日頃やってるあの暗号の研究の紹介をしに参りました。えっ、ー、とさてまあ、皆さんの日頃生活していて。 あの実はいろんなところで暗号を使われてるんですけどあんまり実感ないかな高校生ぐらいだとね僕も今日ここに来るのにですねあの電車で来ましたであの改札を通るときにこうでこう僕の場合スイカ、まあ、九州だったらスゴカていうのかな分かんないけどもその改札のねこう改札のところでかざすとこのカードの中にチャージされてる残金からお金が、ね、こう通行分だけ、ね、引,かあの引き出されて。 通るることができるもちろんあの残高がなければ改札がこう閉まってしまうんだけれどもそういうことになっています。で、あのー、僕もいろいろ海外行くとですね日本のその改札の処理の速さっていうのかなカードをかざしてピッてこうよくタッチアンドゴーっていうんだけどもピッてこうなるまでの速さはね世界でも1000球っていうかすごく速いです日本のはね。逆に言うとだからその日本人っていうのは比較的こう特に東京の人とかなんかこう移動すごく急,ぐ急,ぎ急ぎますからね、あのー、すぐピッて言ってほしいわけだよね。っていう意味で、あのー こういうい例えば電子マネだけれどもそういうところには実は暗号が使われていますであの正しいユーザー例えばこれ僕のカードだから僕が使える分には何の問題もないんで早くピッとこう言ってほしいんだけども悪意のあるユーザーさんっていうのかな例えば僕自身が悪意を持った場合だったら改札通ろうと思ったらどうも100円しか残ってないとでも500円なきゃ通れないと言った時に僕自身がこの自分のカードに対してちょっとこれ改ざんしてねデータをいじって1000円にしようとか、まあ、1000円ならまだ可愛いかな 1> 1枚にしちゃおうとかできたら困るよねそういうことからデータを守るあるいは今時だったら電子データになっちゃったお金を守るっていうところに暗号が使われているわけですそう考えると今時の暗号技術みんなもしかしたらスマホの方が身近かもしれないけれども暗号技術には正しいユーザーさんには便利で簡単でも悪意のある人に対しては強力で安全に対抗するそういう技術が求められます。 でそこに、まあ、キーワードなんだけれども数学が使われていて、えっと、正しいユーザーは簡単に解ける問題なんだけども悪意のある人には何十年何百年場合によってはスーパーコンピューターを使っても全然解けないっていうすごい難しい問題が暗号の中に使われてるんね。でもあのじゃあ実際ねそういう数学の問題っていうのを作りたいっていうとき皆さんすぐ浮かびます正正ししいいユユーーーーザザににははすぐ解けるでも正しくないユーザーにはもう何百年 計算機を使っても解けない問題なかなか浮かばないと思うんだけれどもじゃあ実際ねそこにすごく難しい数学の理論が使われてるかっていうと実はそうでもなくて皆さんが多分聞いたことあると思うんだけれども素数とかね連立方程式とかああいう素朴な数学もう小さい頃からやっているような素朴な数学がその代わり複雑に組み合わさりながらあのかこういう計算チップとかねカードの中に入っていて皆さんのデータを守っていることになっています。 でぜひですね、ね今日そういう話題提供をしに参りましたので、皆さんも数学に興味を持ってもらって、将来一緒にです、ね、暗号研究あの、いろんなデータを守っていく研究できたらいいなと思って楽し、楽しみにしています。